見てください、この眼福なマフィン。わーすごーい、全部美味しそうです。やばー、めっちゃいい匂いする。こんにちは、よっちゃんです。はい、ということでこのマフィンをいただきたいと思います。あのマフィンをあのいつもね聞いてる配信者さんがいるんですけど、その方は編み物とかじゃなくてあのランニングをしている方で、ランニングでなんかご飯を管理栄養士さんなんですけど、ご飯をね作るお仕事をしていて、それでその方の配信でいつもねなんかご飯のね食をテーマにした配信をされているんですけど、それ聞いてて私も結構前からその方の配信聞いてるんだけど、いつも美味しそうなね配信するので、もめちゃくちゃ美味しそうだから、あのその方別にこういうお菓子のね販売とかしている方じゃないんだけど、でももうどうしても食べたいからあのちょっと買いたいんですけどってあのアポ取ってみたら、なんか心よく OK してくれて、あのさ全然知らない人にさ食べ物を自分の手作りのものを提供するって結構さ作る側も気使うし大変だったと思うのに、あのね作ってくださいまして、あの購入させていただきまして、これがね8種類あったんだけど、もうちょっとずつ食べちゃって残りがわずかとなってきちゃったんだけど、今日は抹茶クリームチーズクリアンだったかな、をいただきます。嬉しい、全部ね美味しいんだけどさ、なんか生地がサクサクなのよ。うん、うまっ。もうちょっと温めようかな。あのね一個一個ね味ど味一個一個あのマフィンの説明が書いてあって、8種類全部違う味のマフィンだったからね、それぞれに説明が書いてあって、今食べてる抹茶クリアンクリームチーズのこのマフィンはほろ苦い抹茶生地にクリアンとクリームチーズが入ってて、クリームチーズの酸味がいいアクセントかと思います。クリームチーズのアクセントを感じながらいただきたいと思います。温めてきたから、うん、うまっ、幸せ。これがさもう本当に美味しくてパクパクいけちゃうんだよね、危ないよ。美味しい。でもね、うん、くるみも美味しい。でも美味しすぎてパクパク食べたくないっていう気持ちもあって、あのもったいなすぎてね食べ終わりたくないなっていう気持ちもあって、いつもチビチビ食べててさ、この前お友達からもらった手作りクッキーもねチビチビ食べてたんだけど、なんかクッキーはさチビチビ食べてたらさなんか腐っちゃったりしたら嫌だなと思って、ちょうどいい加減で食べてたんだけど、それももう終わってしまって、友達が作ってくれた手作り梅酒ももうなくなってしまって全部飲んじゃったからね。でこのマフィンもね終わっちゃったら悲しいな、本当に私の楽しみが。でもねマフィンのレシピも教えてくれてね、
秘伝のレシピを教えてくれたんで作ってみようと思うんだけど、まあ多分同じようにはなんないと思う。同じ分量でさ、書いてある通りに作ってもさ、同じような味にはなんないかもしれないけど、作ってみようと思います。あー幸せ、本当に美味しいものって本当に幸せにする、人を幸せにしてくれる、なんか元気が出るし、もったいなくて食べれない。なんかさ、逆にいいダイエットになるかもしんない。なんかそこら辺で売ってるスナック菓子とかを買うより、ちょっと高級なっていうか、ちょっと特別感のあるお菓子を買って本当に味わってちびちび食べる方が、スナック菓子だとさ、いつでも手に入るからバクバク食べちゃうけど、ちょっと特別なお菓子だと大切に食べるから、逆になんかダイエットになると思う都合良すぎかな。それでこのマフィンを作ってくださった方にプレゼントしようと思ってこれを作りました。ずっと編んでたね、この靴下なんだけど、じゃ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 ん、ここに刺繍を入れてみました。このくるぶしんとこ、くるぶし、アキレス腱とこに、これがマフィンで、これがね、コーヒーポットになってるんだけど、わかるかな？こんな感じで、靴下、作りました。マフィンをね、この方はね、作るのが得意みたいでね、いつもマフィン作ってるから、なんか、トレードマークのマフィンと、コーヒー、かわいくない？これがうまくできるか分かんなかったんだけど、まあなんとなく刺繍を入れてみました。かわいいでしょ。これがさ、刺繍にハマってる時があって、私で刺繍本をね、その時いろんな刺繍本を買ってて、そんでその、あ、どっか行った。昔、ハマってた時の刺繍本に、ちょうどマフィンとコーヒーが、イラストが書いてあったんで、これを送りたいと思いまーす。喜んでくれるといいな。この、毛糸はしましまの毛糸、去年の東海さんの毛糸なんだけど、なんかこの柄結構、なんかいろんな人に、これ、私もこれ同じ毛糸で編んでるんだけど、なんか欲しいってよく言われる柄で、なんか好評なんで、誰にでも受けが良さそうなこの毛糸を選びました。オパールもいっぱいあるけど、結構好き嫌い分かれそうなド派手なやつを私はいっぱい持ってるんで、ちょっと広い年齢層っていうか、幅広く喜んでもらえそうなこの柄にしました。そんでもって、今は編みかけがまずこれですね。このダイヤモンドヨークです。超かわいいです。もう手と、袖分けが終わって、あとはひたすらメリヤスです。かわいいの。一番上がヨクヤーンと北のバーム引き揃え、これがモミノキヤーンと北のバームの引き揃え、これがモービットキッティンファイバーのタヤさんの手染め糸の糸と北のバームの引き揃えでね、超かわいいんですけど、超かわいいんですけど、
これがもうちょっとで出来上がりますね。もうここまで行ったらゴールはあと少し。あとはじゃじゃーん、この旦那に編み始めました。ちょっと分かりづらいけど、セーターの今ネック部分です。全然分かりませんね。これは結構な編み込み模様になってます。この私がね手染めしたこの糸、もうちょっと渋い赤にしたかったんだけど、なんかもう全然色が入んなくって、一回染めて失敗したなと思ってもう一回染めて、そしてあんまり色入んなかった。 もっとこういう渋い赤にしたかったんだけど、なんないんで、もうこの引き揃えて編んでも、これはちょっと熱風が入っていて可愛いんですよ。これとこれ引き揃えて、これも私の手染め糸、手染めした糸、これとアメリーのネイビー、これとこれと使って、ここら辺を使ってね編み込み模様をしていってます。こんな感じで分かりづら。これはイトリコさんのコーン巻き買いました、結構前に。ちょっと熱風が入ってる。なんかニット帽をねあげたら、編んであげたら喜んでくれて、なんかセーターいつ作んのって言われて、いやセーターもう作る話おじゃんにしてたんだけど、全然なんか覚えてていつ作んの、いつ作んのってもううるさいから、とりあえずキャストオンしましたんで、まあクリスマスまでに間に合えばいいなと思ってるんだけど間に合わないかな。なんかこれ針2号で編んでんですけど、2号で編んでる、これは3号で編んでる。細い針ばっかりですよね。もう次こそはこれとこれが終わったら、もう太い針でザクザク編む系のウェアが編みたいと思っております。こんな感じですね。そんでこの前はヨクちゃんとね、ピピちゃんとよくちゃん家に行って編み物会をしました。編み会、よくまをやってきました。ねさあ、初対面なのにお家に入れさせてくれてピザとかね用意してくれて、お菓子もいっぱい用意してくれて、もう本当にね、あたり一面ピザ、お菓子、ブワーってもうすんごいよ、あたり一面美味しいものパラダイスで、手元には編み物があって、もう 両脇には可愛い女の子たちがいて大満足でした。よくちゃん家にさ、ワンちゃんがいるんだけどね、ロイくんっていう、もうそのロイくんもめちゃくちゃ可愛くてさ、もうほんと、あ、なんか私スタンド FM っていうラジオを配信し始めて、そっちのラジオでねすごい欲間については熱く語ってる回があるので、それも聞いてほしいんですけど、スタンド FM かSpotify のポッドキャストとかでも聞けるんですけど、一応概要欄にリンク貼っときますね。もう本当に楽しくてで可愛くて、
や娘ちゃんたちが可愛いのはもちろん可愛いし超癒しで、もうほんとねよっちゃんよっちゃんって呼んでくれるし、なんかね娘ちゃんがなんかね算数の問題をね私に出してくれて、もう私が見る限りではね 10+10+10 はとか 2+3+6 はとか、なんかそういう可愛いね足し算の問題を私に出してくれて、まあ 10+10+10 は30かなとか思って30って書くとね、なんか間違いなのね娘ちゃんの方程式があるからそれに従ってなんか計算しないと間違えるんだけど、まあ大体間違ってるの私の計算は。そんで娘ちゃんは赤ペン先生をしてくれるからあの答えをね間違ってますよって教えてくれるんだけど、その間違いがね罰じゃないのよ、バッテンじゃなくてなんか似顔絵みたいのが書かれてあって、の似顔絵が書かれてるっていうことは間違いですって言ってくれて、合ってる時はなんか雪マークなのね、間違ってる時は似顔絵なんかスマイルくんみたいのが書いてあって、私はもう全部スマイルくんだったんで全部間違えてたんだけど、いっぱいね算数も教えてくれて、私たちのカメラマンもねいっぱいやってくれて、もうカメラマンの腕前がすごいからね、もうちょっとこっちに移動してください、もうちょっとピースしてください、笑ってくださいとかいっぱいね指示出してくれるから、あのすごいいい写真がいっぱい撮れました。本当もう将来有望すぎますね。下の子はね恥ずかしがり屋さんでなかなかね心を開いてくれるまでに時間がかかったんだけど、心を開いてくれたらいっぱいはしゃいでましたね。もう一人でアスリートみたいな感じで遊んでましたけど、もうすごいマイペースで、なんかよくちゃんに似てるなって、性格がのんびりしてる感じ。そんでさロイくんっていうワンちゃんがめちゃくちゃ可愛くっておっとりしてて、ロイくんもすごいマイペースでなんかもう紳士なのよね。娘ちゃんたちに何されても何にも動じなくって、そんでさ結構ポンは撫でて撫でてとか、まあ、今は今日は出勤だったから寝てるんだけど、私が編み物やっててももうここら辺に来るしもう撫でろみたいな、もう構ってくれって感じですごいよ、もう寄ってくるんだけどさ、ロイくんは全然そんなことなくて、基本もう一人で静かにお人形さんのようにいて、で撫でてほしいときはそーっと足元に来てなんかじーっと私のこと見たりしてくれて、でロイくんって呼ぶとちゃんと来るのね、静かに静かにやってくるのよ。すごい可愛かったな。なかなかほら、まあ、娘ちゃんたちが一番可愛いからね、まあ、ロイくんもう私はロイくんもう超虜になっちゃったからずっとロイくんのこと撫でてたんだけどさ、なかなかロイくんが主役になることってまあ小さい子がいるとなかなかね難しいんじゃないのかなと思うんだけど、もう私は今日はロイくんが主役だと言わんばかりにずっと撫でてたの。そしたらなんか表情が違うみたいで、いつもとなんかロイの表情が緩んでるってすごいねよくちゃんが喜んでたんだけど、全然その感覚わかんなくて、どこら辺がとろけた顔になってんのか、もう私はトリマーでいろんな犬を見てるけど全然わかんなかったんだけど、まあその感覚はね飼い主のよくちゃんがよくわかるんだろうなと思って、なんかいつものロイと全然顔が違うって言って、なんかよくちゃんも喜んでて可愛かったです。でさなんかよくちゃんがさあのだるまの本から編んだなんか なんたらっていうパターンの、パーカースウェットみたいなパーカーみたいなめっちゃ可愛い洋服着てて、
の超可愛くってさ、ギークっていう糸で編んだみたいなんだけど、もうさ欲しくなっちゃった。ギークでそのウェア編みたくなっちゃってさ、ゆくちゃんのあの YouTube でそのねウェアの編みましたっていう動画あるから見てほしいんだけど、概要欄に貼っとくんだけど、あのもう全然映像とはさ全然違うよね。やっぱ実物見ると超可愛くって、でなんかもうよくちゃんもさ、これ簡単だから、簡単で本当に1週間くらいで編めるってなんかずっと言っててさ、マジかよって感じじゃん。よくちゃんの手が早いから1週間で編めるんだろうけど、なんかもう本当簡単だよっていうことしか言ってなかったわ、あの子は。だからね、それも編みたいなってなっちゃって、でもまだ編むべきものいっぱいあるからさ、とりあえず買わないで置いてるけど、もう買いたいよ。だるまの本もね、そのよくちゃんが編んだパーカーも可愛かったし、他もね本をパラパラって見せてもらったんだけど、他も全然いっぱい可愛いパターンいっぱい載ってて、本、まあ本もね買わなきゃいけないし、糸も買わなきゃいけないし、でギークって色がいろんな色があってさ、どの色にしようかなとかってなんかまだ買いもしないのに悩んでて、そういう話で永遠してたよね本当に。これであれ編みたい、これであれ編みたいっていう話を永遠にしていて、でよくちゃん家で糸紡ぎ機みたいな糸紡ぎのマシンもやらせてもらって、もう思った以上に難しくてさ、私あれ機械さえあればすごい細く綺麗に何でもかんでも紡げんのかと思ったら、全然そんなことなくって、もしね、なんか手と足違う動きするっていうのもすごい難しくて、なんかもう全然できなかったんだけど、欲しくなりましたね、案の定。あれあったら楽しいだろうな。もうずっとねそんな感じで楽しんでました。ほんとみんな可愛かったわ。旦那さんもいたんだけど、旦那さんもいい人でさ、可愛かったです。そんでその時に編んでたのが、私はねもう今回は靴下だけしか持ってかなかったんで、これはねよくちゃん家に行った時に、よくちゃん家に行く電車の中で、行きの電車でキャストオンして、もう帰りにほぼ編み終わりました。これがね前ねガジャさんと私靴下交換会したんだけど、その時ガジャさんがくれた靴下と同じ柄でしたで今これももう片足がこんくらいこんくらい編めてます。お友達にプレゼントするようです。これもプレゼント靴下がいっぱいです。なんでお友達と、私はガジャさんからもらったこれがあるので、お友達とお揃い靴下ということになりましたね。この前編んだアラン模様の靴下が30足目で、これが31足目で、これが32足目ということですね。靴下編みも着実に量を重ねております。そんでですね、羊グマちゃんからじゃーん、見えないか、ララのマーカーをいただいちゃいました。
ちゃ可愛いでしょ。これもララなのよ、どっからどう見ても。なんかこのお腹の白い面積とか手足の白い面積とかも、表情とか、このなんかふっくら加減とかも全部ララすぎて、え、もうララじゃんと思ってさ、聞いたらさ、ララの写真見ながらね作ってくれたんだって。めっちゃ可愛いよ。もうララなのね、これは本当に。辻ぐまちゃんありがとう。これで今 YouTube に出そうと思ったから、このねリボンとかもそのまんまにしたんだけど、リボンそのまんまでも使えるかな。これをマーカーにして旦那さんのセーターもうかな。そんでね、この前ライブ配信で話したかもしれないんだけど、これもあみともさんが作ってくれました。これ前お話ししたと思うんだけど、ララって書いてあります。だからうちにはね、なんかララタンがいっぱいいます。ほらかわいい、嬉しいね。ララは天国で喜んでます。これね、結婚式、この前友達の結婚式行った時にこのハンカチ持って行って、もうこういう風に刺繍をね上にしてずっと膝の上置いといたら、お友達に、ララじゃんって言って、すごいね可愛いって言ってもらって、大満足の一日でした。編み物友達が作ってくれたって言っていっぱい自慢してきました。そんな感じで最近はいろんなものを編んで、もう大変です。いろんなものを編んでいかないと、あっという間に、あと1ヶ月ですからね、今年も。とりあえずセーター2着12月中に完成したいんですけど、どうでしょうかね。なかなか大変な、なんか12月はね、私も結構繁忙期でね、みんなワンちゃんがね、トリミングに来て綺麗な状態で年越したいから、みんな12月は結構もう予約がパツパツなんだけど、ありがたいことに無事に乗り越えられるといいなって。乗り越えようと思ってます。クリスマスケーキとかね食べたいけど、いつもクリスマスってそういうことしないで終わるから。こんにちは。ちょっとトラブルがあって動画切っちゃったので、これは違う日に別日で撮ってます。そのさっきの動画で話してた靴下を、今日送ってきましたので、無事に届くことを祈っております。何の話してたっけな。クリスマスケーキ食べたいっていう話をしてたんだ。うちの近くにクリスマスケーキじゃないや、超好きなねケーキ屋さんがあって、もう本当になんかそのケーキ食べる、ケーキっていうか洋菓子屋さんなんだけど、たまにそこに行って食べて、そんでもうさ、それ食べると、ああもうほんと仕事頑張ろうって思えるんだよね。本当にもう超美味しくって、お店も超可愛くって大好きなんだけど、あんまりちょっと行きにくいところにあるから、そんなしょっちゅう行けないから、超特別な時に自分のなんか
奮い立たせるっていうか、ねぎらいたい時とか頑張る時とか特別な時に食べる特別なお菓子屋さんがあります。そこのケーキね、買いたいなって思ってて、あ、そうだ、この前ね、この前っていうかさ、私結構前にさ、あの100万石っていうお友達からいただいたお米、100万石っていうお米をね食べて、めちゃくちゃ美味しくって感動して、それ100万石のさ会社にお手紙書いたの、もうめちゃくちゃ美味しくて感動しましたって。そしたらね、なんかお手紙もらってお返事が来てなんか従業員一同大変喜んでおりましたみたいな感じで書いてあって、本当にありがとうございますみたいな、すごいって思いましためっちゃいい会社じゃんと思って、わざわざねお返事くれて、でなんか良ければまた買ってくださいとか言ってさ、クーポンコードくれたんですけど、 20% オフの、すごい優しい。しかもクーポンコードがセンキューっていうなんかクーポンコードでそれ打つとなんか安くなるらしくて、ありがとうございますって感じだったんですけど、みんなにさクーポンコード配れるのか見てみるか。なんかうーん、3月31まで 20% オフクーポンオンラインショップで使えるみたいです。サンクスって書けばみんな使えるんじゃないかな。なんか定期的にねキャンペーンやってるんだって。お手紙のコメントを担当部署に共有させていただきましたところ、大変喜んでおり大きな励みになりましたって書いてある。温かな応援のお手紙をいただきまして誠にありがとうございましたって。すごいよね。みんなももし気になる人は買ってみてくださいこのねクーポンコード、このサンクスって書けば小文字で、ね、なんかキャンペーン中は使えるっぽいよ。でもねオンラインショップやるときはあれだって会員登録が必要だって書いてある。まあ大体そうだよね、オンラインショップやるときは会員登録必要だよね。こんな感じでね、心温まるあのエピソードでしたエピソード、あとさ、この前っていうかそのさっき撮ってた1個前っていうかあの前半戦の動画でさララちゃんのあのマーカーをさ羊熊ちゃんが作ってくれたって言ったじゃん。そのね作ってくれた工程を羊熊ちゃん動画にしてて、あのどうやってねララちゃんのマーカーが作られたのかあの動画で見れるので、みんなちゃんと見てみてくださいその前半の動画撮ってる時はさ羊グマちゃんの動画まだアップされてなかったから、あのその時に説明できなかったんだけどもうめっちゃ可愛くね、すごいね、丁寧に作ってくれてる様子が見れますので、もうララタンが YouTube デビューしました。しかもよそ様のチャンネルでなんか堂々と載ってましたね。超可愛いでしょ本当に。ララタンの写真にさ羊グマちゃんがこの写真を使ってあのマーカーを作りましたって書いてあるんだけど、そのねあのララタンの写真とこになんかもう可愛い可愛い可愛いってなんか言葉が書いてあるのねめっちゃその編集が可愛いんですけどって思って
その羊グマちゃんが可愛いんですけどって思いながらニヤニヤしながら見てました。ありがとうございます。本当にここにねつけさせてもらいました。かわいいね、笑ってるね、かわいいちゃんです。そうだ、モコ太郎さんがさ、かぎ針編みのあのワンちゃんをね新しくお迎えしたみたいで本当にね嬉しいなって思いました。すごいね、あの愛していたのでね、結構引きずってるんかなって。まあね、悲しいしさ、みんなねそんな忘れられないし引きずっちゃうと思うんだけど、なんか心がちょっとでも癒されればいいなってね、なんかかけながらちょっと心配してたんですけど、また新たなワンちゃんのおかげでちょっとね癒してもらえるんじゃないかなって。すごいお勉強されてるみたいで、しつけのね本当にすごいワンちゃん思いの方なんだなと思って、もうワンちゃんが来たから生活環境変わるから、動画もね今毎日アップされてるけど、なんかできない時がもしかしたら来るかもしれません、すいませんとか言っててさ、ね、木太郎さんすごい、まあ毎日動画更新って本当に動画を作成するって結構時間かかるしさ、編み物もしづらいと思うんだけど、この動画を撮りながら編むっていうのはね、なのに毎日毎日やられていてすごいなと思うんだけどさ、やっぱりね、木太郎さんの場合はその半分仕事みたいな感じになってると思うしね、編み物の動画上げることが趣味っていう感じでもあるんだろうけどさ、すごい登録者数多いしさ、だけどやっぱりワンちゃんを優先するみたいな、あの落ち着くまではね、すごいワンちゃん思いだなって思いました。いっぱいねしつけの動画見てるって言ってたし、愛されて育つんだなって思いました。何犬か言ってなかったけどプードルなのかな、ゆずちゃんっていう名前みたいで、なんかまたねもこ太郎さんからワンちゃんの話聞けるのも楽しみだなと思って私やっぱり犬が好きだから犬の話してくれる、犬とか動物の話、ペットの話してくれるのすごい嬉しくて、まゆみさんもね、あの靴下の編み方の動画もすごい勉強になるし楽しそうだなって思いながら見るんだけど、やっぱなんかケメの話してくれると私もついつい顔が ほころんじゃうっていうか、あのまゆみさんのさ説明っていうか話がすごい上手だから、そのケメがどういう動きしてるかとかってすごい鮮明に頭に入ってくるし、話聞いてるだけでなんかもう勝手にケメと友達っていう感じで話が聞けるから、うん、かわいい、勝手になんか近所のワンちゃんっていう感じでケメの話をねいつも聞いてます。なんでもこ太郎さんのゆずちゃんの話聞けるのも楽しみだなって思いました。もうちょっとで団子の色変えになっちゃうから一回ちょっと編み図見なきゃ。ララタンがもう到達してきちゃったんで編み図見ます。見てきました。てかこのさ、リッキが輪針がめっちゃ編みやすくてさ、リッキのあのあれも欲しくなってきちゃった、輪針セットもうそんなに輪針セットいらないんだけど、これめっちゃ編みやすいんだけど、単体で買おうかな。
まばりセットこれめっちゃリッケがなんか一番編みやすい気がしてきた。ヒヤヒヤよりもこれ糸がいいのかな。めっちゃ編みやすいんだけど、糸でも針が超滑らかでさ、なんかリッケね3本くらい持ってたんだけど全部折っちゃって、この2ミリの1本しかないんだけど、買おうかな。3ミリとかよく使えそうなところは80センチか100センチあればだいたい上編めるよね。靴下も編めるし、めっちゃ編みやすい。なんか折ってしまわなければめっちゃ使いやすいんだけど、折れるっていうのがあるからな。なんかヒヤヒヤも編みやすいけど滑るんだよね本当によく良くも悪くも。あ、てかこれさ、あのなんだっけ、ほら小糸屋さんで買ったフィンガリングの糸なんですけど、ウールとナイロンの混合の、前ね買った枷の状態で真っ白の状態で買った時に結構ねゴワゴワしててちょっとなんか痛いかもしんないってね動画で話したんだけど、さやさんも教えてくれたんですけど、あの一回さ染めて、まあ、だから濡らして乾かしたらめっちゃふわふわになりました。だからあの届いた状態の時は結構固めの糸だなと思ったんですけど、洗ったりしたら柔らかくなったので、もうめっちゃ最高に気持ちいいです。しかもさなんかボリュームもすごいことになってさ、ほんと一回濡らして乾かしたらもうなんか2倍ぐらいの糸の量になったんじゃないかっていうくらいボワーってなってさ膨らみました。すごい、そういうもんなんだ。届いた時と染めた後じゃ変わるんだなって勉強になりました。ちょっと今ねすぐ完売しちゃうからね、またちょくちょく見て買おうと思います。なかなか今いっぱい家に枷の糸あるからもう当分は大丈夫そうです。染色し放題な感じです。あ、そんでランナーにニット帽を編んだんですけど、浅めのニット帽、これは初代のニット帽で、この前作ったあのアメリーで作った綺麗なニット帽は今旦那がかぶっちゃってて手元にないんですけど、これと全く同じ形にしたのね。で浅めのニット帽を作りたいんだけど、どれくらいで絞ましたらいいかなんか参考にさせてもらいたいって言われたので、ちょっと測ってみたいと思います。まあ、広げるとこんな感じの形で、まあこれはなんか画像だと綺麗に見えるんだけど、結構ね毛玉がついてしまいました。でこれが全長が全部で、ね、24センチくらいですね。全部で24センチで、どんくらいから一目ゴム編み、二目ゴム編みは8センチくらいかな。
うん、8センチくらい一目ごま編みして、どんくらいでしごましたんだろう、この辺かな、ね、全然14、5センチくらいのとこでどんどん減らしてきましたね。14、5センチで、どんどんこの辺から減らしてって、でも減らし目も超適当で、あの 10回、あ、最初の方は20目編んで2目一度、20目編んで2目一度、20目編んで2目一度みたいなのやって、ちょっとそのまま増減なく 2,3 段編んで、次は10目編んだら2目一度、10目編んだら2目一度、10目編んだら2目一度みたいな感じでしぼまして、また 2,3 段増減なく編んで、次も、もう全然覚えてないんだけど、なんかそんな感じで次も10目編んで2目一度、10目編んで2目一度みたいな感じにしたんかな、2,3 段増減なく編んでみたいなのを繰り返してって、もう早く終わらせてえなと思ったんで、最後の方はもう結構、5目編んで2目一度、5目編んで2目一度みたいな感じで適当に編みました、本当に。そんで目は110目スタートで輪にして編んだって感じで、なんか途中途中旦那さんにかぶってもらって頭の形になるように編みました。なのでもう本当すごい浅いんですけど、はい、なので結構急カーブなとんがり棒みたいになってますが、まあ本人喜んでるんでいいかなという感じです。ここは8センチで15センチくらい編んで減らしてったっていう感じですね。全然参考にならなくてすいません。でも聞いてくださってありがとうございます。はい、喜んで本人つけてるので、まあいいかなと思います。なんか園児のニット帽も頼まれてたけど、それはもうほんと無理でしょ、こんなの編む時間ないんですけどっていう感じ。とりあえず今一番欲しいのはリッケの輪針になりましたので、ね、そんなに輪針セットいらないんだけどさ、でも結構編み物歴長くなってないら、編み物歴長い人とかいろんな輪針セット持ってるからね、あってもいいですよね。で買いすぎだからね、サンタさん来ないかな、いい子にしてるんだけどな、割と。超編みやすい。とりあえず今日はね、朝からね保健所の人が来て店の不備がないかとかってチェックしに保健所の人が来たり、ちょっと髪犬のワンちゃんが2匹もいたりして、でなんか天気も悪いしさ、すごいうつうつとした気分なんですけど、はあ、なんかほんと私ほんと天気が悪いと気分が全然乗んなくて、ランニングもできないしさ、泣きそうになるんだよね、多分なんか情緒不安定になりすぎて泣きそうになるんですけど、早く今日が無事に何事もなく終わることを、終われるように頑張りたいと思います。終われるように願いたいと思いますって言おうとしたけど、願ってる場合じゃないから。
無事に終われるように頑張ります。そんな感じで、結構おしゃれじゃない？おしゃれな柄になってきましたね。ここもさ、私の手染め糸だから、このグレーみたいな水色、ところどころね、こう黄色が入ってたりして、かわいいです。じゃあこいつ頑張ります。また見てください。バイバーイ。